青森スプリングスキーリゾートは日本のスキー場。青森県西津軽郡味ヶ沢町に位置する。青森スプリングスキーリゾートは名宝岩木山の北斜面に広がるスキー場である。かつては味ヶ沢スキー場として西部グループの運営スキー場であったが2006年12月にシティグループへの売却が発表された。これによりシティグループのウィンターガーデンリゾーツの運営となり、 2008-09シーズンより、なくラ白ミスキーリゾートに改称し、周辺のゴルフ場やホテル等とともに、なくラ白ミホテルリゾートとして運営された。2010年6月に、リゾートは、韓国の投資会社、キックグループに売却され、運営会社として株式会社青森リゾートが、設立された。青森リゾートはさらに2014年10月に、 シンガポールのリゾート開発会社であるパララックスキャピタルに売却された。パララックスキャピタルへの売却時点では名称変更は行われなかったが、その後2015年12月からスキー場が青森スプリングスキーリゾートに、ゴルフ場が青森スプリングゴルフクラブに、ホテルがロックウッドホテルスパに、リゾートの総称が青森スプリングに、 それぞれ名称変更された。コースは、感斜面、駐斜面を中心としており、初心者でも3000メートルのロングランが可能で、一通りのゲレンデを楽しめる。標高921メートルのトップ部分へは、アジガサワゴンドラでアクセス可能。晴れの日には、津軽平野や遠く日本海まで眺望できる。 コザックコースなど上級者向けのコースや、丁寧に作り込まれたテレーンパークなど、すべてのスキーやスノーボーダーが満足できるスキー場となっており、なくは、白神ホテルを中心に一体感のあるゲレンでは、ファミリー層への人気も高い。広大な規模や充実した設備から、青森県を代表するスキー場として知られ、安比高原や田沢湖、雫石島とともに、北。 東北を代表するスキー場の一つに数えられる。青森のリゾートホテル、なくは白紙、韓国投資会社が買収。日経新聞、2016年6月5日閲覧。なくは、白紙シンガポール資本に、東欧日報、2016年6月5日閲覧。施設名称変更のお知らせ、2016年6月5日閲覧。ありがとうございます。